それではこれからアクール添川のお部屋の紹介をさせていただきます。まずこちらが、リビング13畳ございまして、カウンターキッチンがついているリビングとなっております。こちらがキッチンになっております。こちらがかなり広々としておりますけれども、キッチンとなっております。こちらにコンロを置いていただきまして、こちらに冷蔵庫などを置いていただけるスペースがございますので、キッチンのでの動作、かなり有効的に使っていただけるかなと思います。続きまして、こちらがですね、6畳の和室となっております。こちら角部屋となっておりますので、出窓もついておりまして、こちら、広々とした、押し入れがございます。こちら上にも天袋がございまして、かなり使いやすい、収納も豊富な、押し入れとなっております。続きまして、こちらがお手洗いとなっております。こちらが、洗面所となっておりまして、こちらシャワー付きの洗面台となっております。こちらに収納もございまして、こちらが洗濯機置き場となっております。こちらがお風呂となっております。で、最後に、6畳の洋室のお部屋となっております。こちらも収納はかなり広くございますので、扉がございます。こちらにも出窓がございますので、明かりはすごくしっかりとれますので、かなり使っていただきやすいお部屋となっております。以上でアクール添川のご説明を終了いたします。